こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で会議をしています、橋本歯科、橋本です。こちらは上の前歯になります。真上から見ていますので歯の方が逆転しています。こちらはセラミック、自費でブリッジを入れたということになります。そしてその数年後の状態がこのような状態になります。つまりここの黒いところ、これは歯の根っこになりますが、そこが虫歯になっているのがわかると思います。そしてここにも根っこがあったのですが、これは虫歯により歯が、取れてしまったということになります。皆さんが歯を入れることが治療だと思うと、このような結果に数十年後になる可能性が多いわけです。しかし、そして今実際このような状態で悩んでいる方もいらっしゃると思います。橋本歯科ではこのような、ブリッジを抜歯することなく、ここの部分をできるだけ除去し、そして補強し、なるべくこの歯が持つように努力をいたします。患者さんもそれを望まれました。やはり歯がなくなるのは不安であるし、精神的にも良くないということになりますから、できるだけ残す努力をしていきます。このように虫歯を取り、全部取れば当然歯がなくなってしまいますので、それをある程度考慮しながら除去していきます。指でこのブリッジが取れないように、そしてこのような手の感覚で虫歯を除去していきます。レントゲンで見るとほとんどこの歯が虫歯で、通常だというと抜歯と宣告されるわけです。そして抜歯でインプラント入れ歯にしないと持ちませんよと言われるのですが、患者さん自体はこの歯を残したいわけですから、私はそれの努力をいたします。そして丁寧に除去していきます。ある程度残せるところは残し、そしてあとは補強していくということで、このブリッジを、1日でも長く持つように努力をいたします。見た目も大切ですから、ここを黒い色を消しながら、そして充填していくと。こちらの歯が一部ちょっと映っていますが、こちらも同じような方法で補強しました。この歯ですね。抜歯と言われてもまだ諦めることなく、ご相談にいらしてみてはいかがでしょうか。今このような状況になっていますので、心配な方、あとは遠い方、遠方の方ですね。そのような方はオンライン診療も始めておりますので、電話にてお問い合わせいただければ、 LINE することなく、説明と診断でどうしたらいいか、どのようなことが可能なのかをご相談することも十分可能です。このように一度削ってしまうと、このような方法、このような状態になってしまう確率が多いので、例えば高いこのような人工物を、セラミックのブリッジを入れても、このような危険になるというリスクがあるということを皆さん承知の上で入れられた方がいいと思います。私はこのようなブリッジをする必要ないように、最大限努力、小さな虫歯からその時にこの状態をなるべくしないように努力していきます。そしてこのようになった状態の歯でも、取ることなく、このブリッジを使えるところまで使えるという、自然に脱離するまでというか、残す努力をして補強して、皆さんの希望に応えたいと努力しています。